はい、それでは株桜選手権、2023、今日はテクニカルプログラムやっていきたいと思います。ショートプログラム終わった時点で昨日はパーソナルベストかなりね、下げてしまいましたんで、巻き返しすることができるかどうかですね。はい。今これは6分間練習がもう始まっています。テクニカルプログラムはですね、ジャンプは、6つ、スピンは3つ、コレオシークエンス1つ、ステップシークエンスは1つになりますね。はい。合計11個の要素があります。で、テクニカルプログラムの特徴として、全ての種類のジャンプを入れなければいけないというルールがあります。これを違反すると減点をされたり、最後のジャンプが、結局オフになるということになりますね。ジャンプは6種類ありますが、6種類のジャンプを全てやらなければいけないというルールなんで、苦手でもやらなければいけません。なので、たとえ1回転になってもルッツを入れなければいけなかったりしますね。それがテクニカルプログラムの特徴ですね。スピンに関しても別々のスピンをやらなければいけない。これはフィギュアスケートと同じですが、コンビネーションジャンプは、3つまで、そのうちシークエンス、オイラー含むジャンプをやってもいいという決まりになっています。はい。で、コレオシークエンスも、ほぼフィギュアスケートと同じルールになりますね。そして、テクニカルプログラムはステップシークエンスでも、いろんな、ツイズルであったりとか、カウンター、ロッカー、いろんな様々な、ステップを踏むことが推奨されますので、音楽に合わせながら、いかにこうテクニカルの方を見せつけるかっていうところが、このテクニカルプログラムは重要になってきます。なので、そこがですね、フリーやファイナルプログラムでは変わってくる点ですね。よりこう、テクニカル的にやるっていうのが、まあ、テクニカルプログラム3分間ですがの特徴になってきます。はい。ただまあ、このプログラム、森山直虎さんの虹を演じるんですが、テクニカルプログラムというよりはどちらかというと表現にね、力を入れてるかなっていう感じがするので、次回を作るときはですね、しっかりこうテクニカルプログラムに反映させるように、しっかりこう技の部分を変えていくということが、大事になってきますね。はい。このプログラム、もうほぼ、まあ1年は経ってませんけども、演じ、続けて、で、ショートプログラムの方は変更をしましたが、このプログラムについては、変更をせずに、続けてきたという経緯があるかと思うんですが、まあおそらくこの株桜選手権をもって、このテクニカルプログラム、虹はですね、おそらくこれで最後にしていくんじゃないかなと思われます。はい。なので、しっかりと決めたいところかなと思いますね。はい。6分間練習続いてます。やはりこう練習がね、かなりこう不足しているということでですね、まあ少しジャンプだったり、他の部分も苦しんでるかなというところが、あるかと思います。まあ、やはりですね、ほんと1日練習をしないだけで結構軸はぶれるもんだなと思いますね。1日練習した後3日か4日分ぐらいの練習が、本当に続けていたものがですね、それくらい失うことになりますので、まあ、結構そこが難しいなって思います。練習1日2日3日って続けていくことに関しては、あれなんですが、休むと本当3日分とかね、元に戻ってしまうので、結構続けることの大事さっていうのはあるわけですよね。なので、そういったところを意識して、しっかりこう毎日少しでもいいんで練習するっていうことは大事かなっていうのを、ショートプログラムでも、感じましたね。はい。さあ、6分間練習どうでしょうかね。ちょっとやっぱりジャンプ斜めになったりとかしてます。スピン確認していきます。このコンビネーションスピン、やはりコンビネーションスピンも、シットスピンが特にですね、ハテナマークになっちゃうことがある。ハテナマークっていうのは、ちゃんとシットのポジションまでしゃがめてない。そうなると、まあ、フィギュアスケートよりは、甘く評価はされるんですけども、
ただやはりこうあまりにも立ちすぎてると、やはり中間姿勢と見なされてしまって、ハテナマークをつけられてしまいます。そうすると点数が半減します。例えば2点の基礎点があった場合、1点になっちゃうわけですよね。自由あのベーシックバリューが。でも回転が切りだとすると加点に下がっていきます。またですね、フィギュアスクートの違いはですね、クォーターというのがあります。あれはジャンプ4分の1ギリギリの時はクォーターがつくんですが、フィギュアスクートではマイナスの対象になりますけど、陸上フィギュアでクォーターになった場合は、基礎点に関してマイナスかける0.9します。はい。で、綺麗に決まった場合はクォーターでもプラスになることがあるんですよ。うん、なのでそれもやっぱ違いになってきますね。あとは、もちろんですが、それぞれの、技の基礎点っていうのは、まあ、フィギュアスケートとは違いますので、そこをまあ注意必要かなというところにはなってきます。はい。あと練習時間は1分ほどになったかなと思いますね。さあ、この森山直太朗さんの虹、まあ少しね、うまくいってないことも結構多かったので、はい、パーソナルベストは、78.96 っていうね、点を、持っていますよね。はい。なので、これを上回ることができるかどうか。まあ、ショートでかなりね、点数を下げてますので、しっかりここは点数を積み上げていきたいんですけど、まあ、ちょっとね、今も練習見てると転倒があったり、かなり練習調子悪いなっていう感じがしますね。ちょっと昨日に比べると落ち着いてないなっていう感じが、ちょっとあるかなというふうに感じました。はい。もう少しで練習終わるかなと思います。最後トーループ確認していますね。トーループどうですか。トーループの確認だけですね。トーループをしっかりまたがないで飛ぶということと、アクセルになっちゃうとこれも減点を対象になってきますので、ちょっとまあ見てるとトーループが少しこうやっぱりね、トーアクセル気味になっているので、まあそれがやっぱりね、まだ治んない癖が続いてるかなと思います。はい。6分間練習今終わりました。ショートプログラム終了時 44.95、 パーソナルベスト 78.96、 コロナ闇上がり選手権の時に出しました。では森山直太さんの23分間テクニカルプログラムになります。
はい、いかがだったでしょうか。そうですね、まあ練習ほとんど不足してる割にはね、できた方だったかなっていう感じはします。最初トリプルループ、これはダウングレードしちゃってますね。 GOE は 0.4 点の加点がついています。で、このトリプルサルコーよくこらえたなと思います。ただ2フットになっちゃったので、ちょっとマイナス1の減点ですね。トリプルフリップ踏み切りは良かったんですが、後ろの方に行かなければいけないところ、軸が変な方向になってしまいましたので、減点の対象になります。で、このフライングシットのシットポジションが高いですので、ハテナマークになっちゃうんですよね。そうすると、半減してしまいます、レベル2で。そしてトリプルルッツはやはりエッジのエラー、そしてですね、これはなんとダウングレードが3つついてしまってます。つまりダブルルッツのアンダーローテという判定ですね。なのでもうどうしようもない評価になっちゃいましたね。しっかりこうジャンプを回転を足りなければいけない。やっぱり練習がちょっと足りないとすぐこうなっちゃうなっていうのを身に染みますね。はい、今のはレイバックスピン。そしてトリプルトーループはちょっとトーアクセルになってますね。ダブルトー、これはどちらもダウングレードで、米印は 1.1 倍、後半印ですので 1.1 倍となりますね。コレオシークエンスは3点に対して 0.45 の加点がついたと思いますね。スカイのコンビネーションスピンはレベル1。そしてこれ一番最後ダブル、これダブルアクセルですね。はい、これは良かったと思います。まあ、ちょっと、そしてコンビネーション、足換えのコンビネーションスピン。これはですね、ちょっと、やはりこのシットサイドベースだったり、この足を変えるところのキレですね。陸上フィギュアのスピンの場合、各回転、4回転回らなければハテナマークになっちゃいますが、回転は足りきると思います。ただ、こういったポジションなんかもディフィカルトポジションとして判定されてないというところがあると思います。ステップシークエンスも危険な要素をしっかり踏めてなかったんで、ちょっとレベルがつかなかったと思いますね。ここも見直す点になってきます。はい、というわけでちょっとね、テクニカル的なところがやっぱり課題だらけだったなと思いますね。この表現はねできていた気はするんですけどね。さあ、テクニカルエレメンツ出ます。 26.07、 かなり低い点数になってしまいましたね。プログラムコンポーネンツ 32.63、プログラムコンポーネンツは出たかなと少し思います。テクニカルプログラム 58.70、 パーソナルベースに対して20点近く下げたということになっちゃいました。ショートの合計 103.65 で、パーソナルベストが135点ですので、30点近い点のロスになっちゃったかなと思いますね。点数は残念ですが、まあ、満足はしたかなとは思いますね。はい。